ガオちゃんの西成チャンネル。明けましておめでとうございます。81でございます。あー、元旦でございます。せっかくなんで空いてる銭湯があるので行っていきたいと思いますね。また本年も頑張りましょう。西成チャンネル。ということで、銭湯日の出湯さんに今年一発目、来ました。締め縄ってね、初日の出でございますね。要は初日の出。そしてね、朝なんですけれども、はい、初銭湯。おはようございます。明けおめです。明けおめでございます。はい、ちょっと初日の出。ちょっとね、演技いいですね。はい。これぞ初日の出ですから、ね。そうですね、ここで。元旦、朝6時からやってますからね。やりましょうか。はい。西成チャンネル。よいしょ。最高でしたね。仕上がりましたね。仕上がりました。朝サウナ。あの、桶とか、金色の桶とか、バスタオルも全部新品になってて。いや、ほんま、びっくりしましたね。初日の出、しっかり浴びました。まあまあ。西成チャンネル。ちょっと新世界行きまして。はい。朝マックしますか。来ました。ちょっとマクド食いたい気分です。はい。今年一発目の朝マック。はい。行きましょう。はい。結局マクドね。はい。いただきます。すいません、いただきます。うん。メガマフィンで。うまっ。うん。西成チャンネル。ただいま帰りました。腹痛。腹痛、腹痛。ちょっと早起きして、風呂行って、マクド食ったからむちゃくちゃ眠いんで。ちょっといろいろ作業もしたいんですけども、ちょっとだけほんまに軽めに昼寝して、ほんまに軽めにだけ昼寝して作業して、夕方からあれしたいと思います。ちょっとだけね、すみません、お腹痛い。ということで、日差しがあったかいですわ。窓開けて寝れますわ。風は冷たいけどね。これが気持ちいいんで。正月ということで最高のエンターテインメントやらせてもらいます。まあそんなに小1、2時間って感じなんで。でまたいろいろ作業したいと思うんで。ちょっとだけすいません。まあまあ。まあ1富士2とか3なすびちょっと。まあ1富士なんとか、目標で。まだ絶対起きるんでね。西成チャンネル。軽く睡眠とってました。ということでじゃあまあいろいろ作業して。まあちょっと夕方にね、ちょっとだけ仕事があるんで。これまでちょっといろいろ、作業したいと思います。すべてが作業ですね。生きるすべて。はい、この絵は作業でできてますね。あ、逆に作業じゃないシーンってないですよね。ほぼ娯楽ぐらいですかね。完全な遊びは作業じゃないかもしれないですね。でも何らかに向けての動きはまあまあ全て作業かな。まあ歯磨きもあれ作業ですからね。まあメガネつけたり外したりすることも作業ですから。だから今年もね、やっぱり作業していきたいなって。西成チャンネル。ちょっと新年挨拶動画を新年なんで撮って、ちょっと新年にあげときました。まあ、どっか西成チャンネルの動画で新年の挨拶動画あるんで、まあそれ用ですね。まあやっぱ新年なんで一応挨拶ね、しとかスーツ着て、トルティーヤチップスとマウントレーニアでちょっと、正月お菓子とかね食べたいですよね。まあ適当に作業してあれしたいと思います。配信のお仕事がありますんで、ナンバーの方に向かいたいと思います。まあ、仕事始めですね。今年はね、忙しくしたいなっていうのは、もう暇な一年は、ゴリゴリですよ。西成チャンネル。ちょっとナンバーの方来ました。めっちゃ寒いですね、正月。の方向かいたいと思います。はい、ということで、ナンバーグランド花月前ですね、正月で。はい。門松とかもあって、はい。落ち着きますね。平和ですね。平和でございます。西成チャンネル。はい、ということで、はい、終わりました。タツパンさんと緑川まりさんと一緒でした、はい。ありがとうございます。楽しかったです。うん、地域図ね、住みますの、はい、はい、やらせてもらって西成もアピールしてもらってね。ガオチャンネルやろ。はい、西成チャンネルで。あ、西成チャンネル。はい、はい、見てますよ。ありがとうございます。こんな感じで。はい、一応これで、はい、やらせてもらって。はい、そうなん、すごいな。はい、ほなまた。またちょっとよろしくお願いします。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、帰りまた、あれ帰りまた、ちょっと、はい。じゃあ、なんか楽しかったです。演習一発目。な、よかったな、はい。ではでは、お疲れ様です。はい、ということで、終わりました。じゃあ、西成区住みます芸人としてね、出演して、なんかめっちゃ楽しかったですね。で、寒いし、まあまあね、ハクッと帰って、どうしようかなって感じです。お腹はもう、ちょっと減ったんで、はい。西成チャンネル。ただいま、帰りました。正月ということで、晩ご飯どうしようかなと思ったんですけど、ちょっと豚バラ焼いて食べようかなと。で、みょうがとそうめん買ってきたんで、はい。今年一発目のそうめん染めしたいと思います。はい、楽しみや。感じでーす。こっちで肉焼きまーす。
できた。よいしょ。はい、びっくり水。ちょっと置いときまして、肉焼きます。塩コショウだけ。これをこうして、豚バラ塩コショウ炒め完成です。食べます。楽しみです。石成ちゃん。そうめんと豚バラとでだし巻き、あの前バイト先でもらったやつが余ってたんで、これもいただいて楽しみです。おせちですね。おせちみたいなもんですね。いただきます。タンパク質も取れるか。うん、うまい。そうめん6束です。うん、うますぎ。そうめん、ごちそうさまでーす。そうめん染め完了でございます。ね、今年もあれなんでいろいろ作業したいと思います。石成チャンネル !SNS に逆歌っていうのをね、作ってるんで、こうやってちょこちょこ、自分で撮って、それ動画にしてあげたりしてます。まあ、こんな感じで撮ってます。正月逆にバイトする。正月逆にバイトする。おせちより逆に豚骨ラーメン。年越す瞬間逆に指見る。正月逆にバイトする。正月逆にバイトする。おせちより逆に豚骨ラーメン。おせちより逆に豚骨ラーメン。年越す瞬間逆に指見る。年越す瞬間逆に指見る。こんな感じで音は作ってます。石成チャンネル。もういくつ寝ると、お正月の一番遠い日ですね。今日が正月やったんで、はぁ、あ、これなぁ、いろいろ動画数え社長や。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、今ちょっと今布団、ちょっと布団入ってました。そうですね、川添社長が電話かかってきました。まあまあまあ、ちょうど寝るとこでした。電話がありましたけど、まあお正月でね、みんな結構ええ感じでやってるんでしょうね。まあそれはそれでええですね。まあちょっと、寝たいと思います。おやすみなさいませ。西成、西成、西成チャンネル。